さんこんにちは、上田玲奈です。たった今フォトブックの撮影1日目が終了しました。すごい面白い撮影でした。楽しくもあり可愛くもあり、そしてなんかユニークな撮影になったと思います。そのユニークな写真たちは、フォトブックの中にすごいもうデザイナーさんたちの力によっていい感じに、もうアトリエレイナのフォトブックにふさわしい感じに、仕上げていただけると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。今回はしんちゃんと一緒に、うちのにゃんこの、しんなちゃんと一緒に撮影をしたんですけど、小太郎は外がすごく苦手な子なので、今日はお留守番で私が撮った写真とかも使いながら、多分皆さんにコタとシーナのとっても可愛いところをお伝えしていくことになるんじゃないかななんて思っていますよ。そんな、ユニークでそしてとってもキュートな、フォトブック、ぜひよろしくお願いします。2日目も頑張ります。